ブルガリア料理、ブルガリア料理、ブルガリア料理は、ブルガリアで主に食べられている料理である。ブルガリアは、バルカン山脈、ロドピ山脈から供給される綺麗な水があり、また地中海性気候からアカンタイ、高山気候まで気候変化に富んでおり、各地で様々な農作物が生産されている。ブルガリアには紀元前の時代から、トラキア人が住んでいたが、その後東ローマ帝国、 ブルガリア帝国、オスマン帝国などの支配を通じて、多種多様な民族が流入し、ブルガリアの料理に大きな影響を与えている。今日、ブルガリアの料理は、周辺諸国の料理、すなわちトルコ料理、ギリシア料理やルーマニア料理、アルバニア野球ユーゴスラビア諸国の料理と類似するものが多いが、互いに少しずつ異なっている。周辺のバルカン半島諸国と、 共通する特徴として、ケバプチェといった、ひき肉料理が豊富である。また、ヨーグルトなどの乳製品を多用するのも、大きな特徴である。壺に入れて加熱するつぼ焼き料理も多く、カワルマは、ブルガリアの代表的な料理である。また、豊かな自然環境を背景とした、多種多様なハーブティーがあり、ブルガリアでは愛飲されている。ヨーグルトはブルガリアでは、キセロムレコ、酸っぱい。 父と呼ばれる。中央アジアのステップ地域からこの地方に侵入した遊牧民のブルガール人がヤギの皮で作った袋にミルクを入れて保存し発酵したものがヨーグルトの起源であるとも言われている。日本でも商標になっており日本のみならず世界的にもにおいてはブルガリアはヨーグルトの国というイメージが非常に強いがブルガール人によるブルガリア帝国の影響下にあった他の バルカン諸国でも多用される食材である。ヨーグルトという言葉もトルコ語に由来する。ブルガリアイコールヨーグルトのイメージを世界的に広げたのは、ロシアの医学者、イリア・ミチニコフであり、彼がブルガリアを訪問した際に、現地で見つけた伝統食であるヨーグルトを、長寿の秘訣であるとして、ヨーロッパ中に広めたのである。口実する、冷製スープ、タラトールや、液状にした飲み物、 アイランにしたりする。タラトールはヨーグルト、キュウリ、ニンニク、クルミなどを原材料とする冷たいスープである。ブルガリア及びマケドニア共和国の代表的な料理でヨーグルトの酸味がある。ギリシャのザジキ、トルコのジャージクトルイジ。スイレネや卵料理に添えたりするほか、スープに入れたり、詰め物料理に入れたり、多くの料理に用いられる。 カバルマはブルガリアの代表的な料理である。肉と野菜類をトマト味で煮込んだ土鍋料理であり、上に卵やチーズが乗せられている。サルマに由来する名前で、ルーマニアではサルマーレと呼ばれる。ドルマおよびロールキャベツも参照。キュフテ、セルビアクロアチア語ではチュフタと呼ばれる、ひき肉のミートボールで、主に羊肉や豚肉から作られる。 玉ねぎや、その他の野菜、ハーブ類、またシレネなどが入ることもある。同種のミートボールは、古くから、中近東や、南アジア、バルカン半島地方に存在する。ケバブも参照。ケバプチェは、ひき肉を固めて焼いた、細く小さなハンバーグ。そのまま食べるほか、ヨーグルトソースをかけたりする。チョルバはスープである。主県米チョルバと呼ばれるものと同類だが、 ブルガリアのものはミルクを入れることが多い。アルメーバチョルバは、乳酸発酵させたキャベツの詰めたチョルバ。チョルバ、オトレシャタは白インゲン豆のチョルバ。クルバンチョルバは、災いや病を避けるための池にクルバンにした羊作る、羊肉ともつのチョルバである。ムサカは、バルカン半島一円で見られる料理で、玉ねぎとジャガイモ、トマト、ひき肉などを炒めてから、 耐熱容器に入れ、チ、またはヨーグルトを入れたカスタードを乗せて焼いたもの。ジャガイモがよく使われるのが、ブルガリア風であるが、ナスやズッキーニのムサカも作られる。ピラフは、米に塩とバターを加えて炊いた料理である。好みでマジョラムを加える。バニツァは、紙のように薄いパイ生地で、シルネや野菜、ライスプディングなどを包んだパイ料理である。 トルコのビオレク、ギリシャのピタと似ている。メキツァと呼ぶゲブレクは、ごまをまぶす前に茹でるという点で、ベーグルに類似する。パラチンキは、薄いパンケーキである。ハチミツ、ナッツやスラートコを巻くほか、肉や野菜のおかずを巻いて食べることもある。バクラバは、西アジアやバルカン半島一円で見られる甘いパイ菓子の一つ。紙のように薄いパイ生地の間に、 ナッツ類を置いて重ねて焼き、シロップ付けにしたもので大変甘みが強い。ブルガリアではバラの蜂蜜の生産が大変盛んで、バクラバにも蜂蜜から作ったシロップが用いられる。カダイフは催眠状の生地でナッツを包んでシロップをかけたバクラバに似た菓子である。ドクムはイランからトルコを伝わってブルガリアに持ち込まれた甘い餅のような菓子である。 ハルバはセモリナなどから作られるプディング状の菓子である。スートラッシュは牛乳と米のプディングである。トルコのストラッチとほぼ同じ。マレビは牛乳と米粉から作るプディングである。トルコのムハレビ、さらにはアラブ人のムハラビーヤに由来し、ブランマンジェイに似ている。果物のシロップをかけて供することがある。スラドコはジャム状の食品である。ラキヤ、 は、ブルガリアを、はじめ南スラブ諸国で見られるアルコール度数40、40%から60%程度の高い上流酒で、様々な果物で調整されたリキュール類の総称である。原料となる果物によって、異なる香りを楽しむことができる。その起源はアニスを用いるトルコの上流主楽である。ブルガリアでは、トラキア人の時代からブドウが生産されており、良質のワイン、 産地として知られている。ワインは、ラキア、ビールと並んで、ブルガリアで、最も一般的なアルコール飲料である。もう参考。ブルガリアのビール、ザ・ゴルカ、プロブディフのカメニツなどがある。アイラン、また、は、アイランは、甘みのないヨーグルトを冷たい水で薄めて液状にした、飲み物で、トルコから持ち込まれたものである。ヨーグルト本来の酸味があり。 食事の時によく飲まれる。ブルガリア料理には比較的こってりした肉料理が多く、さっぱりした酸味のあるアイリアンとの相性はとても良い。ボザは甘酸っぱくドロッとした飲み物でライ麦や小麦などを煮立てて発酵させた飲料。ブルガリアの甘酒のようなもの。ブルガリア人でも好みが分かれる。トゥルスコカフェはトルコ式に入れたコーヒーである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。